クリア。ただもう一回チャナディップが札幌を奪う。左から B、チャナディップドリブル、ドリブル、ペナルティーエリアに倒れた、倒れた。小走りで走ってきて、あ、レッド、どうなるんだ、レッドカード、こういうところですよね。町田は野村を目指した。おお、チャンスだぞ。野村が交錯して笛が鳴りました。町田のパスから野村、先発起用された。あーと、赤いカードが出た。ですが、捕まえたい下がるとした、捕まえた、柿田がいった、入れ替わる、ファールです。どうか、カードの色が変わりました。レッドカード、読んでましたよね。姫越しから技を、サビエリア、PK、 そしてレッドカード。塚川のラストパス、初戦面が出た、これはアダイウトンと交錯、あー、レッドカードが出ました。まだ行く、あっと、山村のファールで、これはフリーキック、あー、一発退場、山村。